Thank you.
Thank you.
なあ、俺があんたに言ったこと覚えてるか？あんたは自分の旅路に何を見つけるんだろう。それまで好きに歩いてみればいいってさ。歩いた先にこんな景色が見えるだなんて思ってなかった。やっぱりわからないもんだよな、未来って。なあ、あんたはさ、死んでしまった人に会いたいって思うことはあるか？俺はあったよ。あったけど、一番の願いは生きていてほしいの方なんだ。一日でも長く健やかに叶うのならば幸せに。そのためにできることがあるなら無理だって通したし、持ち得る全てを費やした。それで多少なり危機から遠ざけられた人もいたし、結局身を送るしかなかった命もある。こういう場所があったら俺はどうしたかな。あんたはここで何も失わない日々を過ごす自分を想像できるか？
言われた通りに回路のスイッチを入れてきたぞ。助かったよ。みんなありがとね。これで治ってくれるといいんだけど。おお。初めて見たよ。嘘だろ、あれはナミーか。あの、すみません、幼いシュバラール族の女の子を見ませんでしたか。お前ナミーカだよな。ウクラマトだよ。私がわからないのか。ああ、どうしたら。とても大切な子なんです。血はつながっていないけど我が子同然で。もう探さなくても大丈夫だ。その子ならここにいるから。ウクラマト様。そうだナミーカ、安心してくれ。私だ、ウクラマトだ。そうでした、私はもう。ああ、まさかウクラマト様もお命が。大丈夫、私は生きてるよ。よかった、本当によかった。まさかこうしてお会いできるなんて。これは夢じゃないんですね。夢なんかじゃないさ。参ったな、願いが叶っちまった。もう一度お前の声が聞きたかったんだ。それにしてもウクラマト様、本当にご立派になられましたね。きっとここまで来るのに多くの苦労があったのでしょう。よく頑張りましたね。
こいつらの支えがあったからさ。それに今の私がいるのはナミイカが育ててくれたからだ。どんな時も信じて背中を押してくれた。私を本当の娘みたいに愛してくれた。ありがとな。ナミイカは私にとって最高の母親だ。ああ、嬉しいわ。こうして振り返ると、なんていい人生だったのでしょう。あなたに出会ってから、私はとても幸せでした。我が子を病で失い、絶望の底にいた私に、小さなウクラマト様は微笑みを向けてくれた。その瞬間から、あなた様は私の生きる喜びになったのですよ。私だってそうだ。最後に思いを伝えることができてよかった。これでもう私に思い残すことはありません。私にはこの先のご活躍を見届けることはできませんが、どうか体に気をつけて元気でいてくださいね。ありがとうよ。それじゃ、行ってくるぜ。これがスフェーンが抱えていた、いつまでも残したかったものなんだな。でもよ、スフェーン、命は受け継がれていくもの、全てを永遠にそのままなんてできやしねえんだ。消え進もうぜ。
おやすみ、みんな。Thank you.
見ない顔だが、助太刀に感謝する。二人ともすっごく強かった。オーティスやるじゃん。そっちの人も。ははは、この程度の魔物、大したことないわ。魔物はもう片付けたのか。安心したまえ諸君。この王国騎士団長オーティスがいる限り、民に危険が及ぶことはないからな。オーティスだって？もしかしてお前、あのオーティスなのか？ん？あのオーティスとは何だ？私は常にこのオーティスだが、お主は何者だ？何者って、お前オーティス・ベロナなんだろ。私らがグルージャを探してた時にヘリテージファンドで出会ったじゃねえか。ほら、飯も一緒に食っただろ。最後はソリューションナインで戦って。グルージャー、ソリューションナイン、一体何を言っている。お主らのことなど全く知らぬし、ヘリテージなんとかという場所も知らぬ。もしや私をからかっているのではあるまいな。違う違う、からかってねえって。な、もしかしてこいつ、私らが向こうで出会ったやつとは違うのか。